サモ王国もしくは、サモ帝国は、史学上631年から658年にかけて、サモを指導者として存在した、部族連合国家を指す。チェコ人、ソルブ人、ドナウ川流域の西スラブ人を包含しており、最初のスラブ人の国家とされている。ニセフレデガリウス年代記では、サモの王国という表現が使われている。一方世紀のラテン語文献では、 サモのスラブ王国という表現が見られるようになる。サモ王国は、モラビア、ニトラビア、シレジア、ボヘミア、ルーサティアにまたがっており、その中心地は、南モラビア、ニーダーエースターライヒ、ニトラビアといった地域のどこかに置かれていたと考えられている。領域が、カランタニアのアルプススラブ人も包含していたとする説もあるが、歴史家ジェービーベリーによると、 これの根拠となる資料は、バイエルン人とカランタニア人の回収のみである。スロバキアの歴史家、リヒャルト・マルシナは、サモ王国の中心地は、現在のスロバキア領域内のどこかにあったと主張している。後の大モラビアとサモ王国の住民を民族的に結びつける学説も多い。パンノニアに住み着いたアバール人は、560年代に先住民のスラブ人を支配下に置いた。 ベンド人はたびたびアワール人に対し反乱を試みており、サモは彼らに武器を提供するフランク人商人だったとされる。ニセフレデガリウス年代記によればサモがベンド人の土地に赴いたのは623年頃のことであるが、この年代には疑問が残る。ベンド人の反乱が起きたのは626年にアワール人がコンスタンティノープル包囲戦に敗れた後だからである。 どちらにせよ、ベンド人の反乱の中でサモは彼らの指導者となってアワール人を破り王に選出された。サモは有力なベンド人の家系と婚姻関係を結ぶことで自らの地位を強固なものとした。彼は少なくとも12人の女性と結婚し、22人の息子と15人の娘がいた。630年から631年にかけてベンド人の子を、バルクという人物が 資料上に登場する。彼は後にカランタニア編挙領を形成するスラブ人の集団の人物であるとも言われている。彼はサモを打倒するため南西のランゴバルド人に自らの領地の通過を強化した。ランゴバルド人はフランク王ダゴベルト一世と対サモ同盟を結んでいた。これが史実であればバルクの領土はサモ王国の支配外にあったことになる。 2年、フランク王ダゴベルト一世はアウストラシア軍を中心とするフランク軍を率いて東方遠征を行った。サモはボガスティスブルクの戦いでフランク軍に対勝し逆に数回にわたりフランク王国のテューリンギアに侵攻を略奪した。この後、それまでフランク人に服属していたソルブ人のコーデルバンがサモ率いる部族連合のもとに参じた。 ソルブ人はザーレ川の東に住んでおり、デルバンは積極的にフランク王国に侵攻して631年から634年にかけてテューリンギアを荒らしたが636年にテューリンギア港ラドリフに敗れた。641年、ラドリフはシギベルト3世に対し反乱を起こして王を名乗りサモと同盟を結んだ。 このような政治的影響力のほか、サモは巨大な貿易網も支配していた。サモの死後、その地位は彼の息子たちに受け継がれなかった。彼の権威のもとに参集したことで、ベンド人は、確固とした集団となった。サモの死は658、9年と言われているが、定かではない。考古学的な調査によれば、彼の領域、少なくとも、現在のスロバキアまでの南半分は、 アバール人の支配下に戻った。ただし、アバールカ半国の北半分は純粋なスラブ人の土地となった。8世紀後半、ここのスラブ人はアバール人の圧迫を受けたが、フランク・オーカール一世が799年と802年にアバール人を破り、その後アバール人は歴史上から消滅した。大モラビアはサモ王国の後継国家とみなされることがあるが、 両者の関係性は立証されていない。この国家は最初のスラブ人の国家と呼ばれている。ありがとうございます。